大豆は味噌や豆腐など日本の食文化に深く根付いた作物です。水に浸し蒸し上げられた大豆に納豆菌が加わるとき、納豆という発酵食品に生まれ変わります。熟成した納豆の誕生です。納豆をかき混ぜると細い糸が出てきます。次第に粘りは強くなり、かき混ぜるたびに香ばしく食欲をそそります。このネバネバの正体は何でしょう？納豆のネバネバを顕微鏡で見ると小さな粒々が見えてきます。休眠する納豆菌の画法です。納豆菌は胃酸にも負けず生きて腸までたどり着く強い菌の一つです。その一つを追いかけます。適度な環境になると納豆菌は芽胞から発芽し成長し始めます。時間を縮めてみましょう。納豆菌は分裂せずにひたすら一筋に伸び広がっていきます。納豆菌が描き出す不思議な文様。そして環境が変われば再び休眠状態の芽胞に戻ります。納豆菌は強くたくましい菌で環境の変化に素早く対応して生き延びます。多種多様な細菌たちが共存する腸内に人体には有害な病原性細菌が紛れ込むことがあります。例えばこれは大腸菌。20分に1回分裂します。
大腸菌のすべてが病原菌ではありませんが、増殖スピードも速く、食中毒を起こす大腸菌もいます。温度、湿度、栄養、同じ環境、同じ倍率で増殖するスピードを比べてみました。納豆菌と大腸菌同時にスタートしましたが、納豆菌の増殖の速さは一目瞭然です。腸内環境は食べるものやストレスで変わりやすいと言われています。乳酸菌は生体内で発生する過酸化水素のような活性酸素のある環境では活動が弱まります。乳酸菌は過酸化水素を分解するカタラーゼ酵素がないためです。しかし納豆菌はその分解酵素を持っています。そこで納豆菌の培養エキスを加えてみると、乳酸菌は元気を取り戻します。納豆菌の力を借りて、乳酸菌は勢いよく増えることができました。日本人はいつから納豆を食べていたのでしょう。遥か縄文時代、稲作と大豆が伝わり、土器で煮炊きする食文化がありました。稲わらの納豆菌と大豆、命と命が出会った時、納豆が生まれ、私たち日本人の健康を支えてきたのです。